はい、どうも、茶張りです。今日もお茶入れていきましょう。今日はですね、セラミックドリッパーを使ったお茶を入れていきたいと思います。セラミックドリッパー、こちらですね。まあ、有田焼で佐賀県の、焼き物になります。こちらですね、ドリッパーなんですけども、ペーパーレス、まあ、コーヒーだとペーパードリップでペーパーを使って入れていくんですけど、これはペーパーを使いません。では早速やっていきたいと思います。今回用意するものはドリッパーと、あとスタンドと、あとこのビーカーですね。あとは湯飲みと、あと茶葉になります。まあ、ケトルは自分の好きなもので大丈夫です。今回は煎茶を使って入れていきたいと思います。まあ、本来はね、コーヒーをドリップするための、セラミックドリッパーなんですけど、お茶も入れられます。まあ、煎茶もそうですし、ほうじ茶やあと和紅茶も入れられますね。今後、他にもお茶入れていきたいと思いますので、動画楽しみにしていてください。まずはですね、湯通しをしていきます。これ前に使ったものなので、少し目詰まりとかを防ぐために一回焼くんですけども、ちょっとね、一回使った後に詰まってるものもあるんで、一回湯通しして、その汚れを取っていきます。で、セラミックドリッパーのいいところは何度も何度も使えるんですよね。もう半永久的にちゃんと手入れすれば、しっかりと何回でも使えます。沸きたてのお湯など熱々のお湯をですね、こうやってセラミックドリッパーを通して湯通ししていただくと、温度もね、冷めていくので、お茶の入れやすい温度帯になっていきます。そしてお湯もまろやかになりますね。これはセラミックドリッパーのすごいいいところです。湯通しするだけでお湯がすごいまろやかに、水も美味しくなっちゃうっていうね。まあ、お米とか炊く時にも、このセラミックドリッパーを通した水を使っていただいた方がより美味しくなると思います。はい、お湯が完成したところで早速入れていきたいと思います。いつも通りですね、茶葉は 5g でやっております。お湯も分かりやすいように、いつも 100g でやってます。で、基本的に 100g でやってるんですけども、その湯量の、量は好みで大丈夫なので、濃くしたかったら少なめにする、ちょっとすっきりめが良ければもうちょっとお湯の量を増やすなどしていただいた方がいいと思います。下にね、ビーカーを置いといてください。そうしないとね、こぼれちゃうんでね。一回ね、下に何もせずに湯通ししちゃった時、ベシャベシャベシャってなってこぼれちゃったんですけど、皆さん気をつけてください。セラミックドリッパーも温まって、茶葉がね、こう開きやすい状態になりますね。すごいね、セラミックドリッパーは真っ黒なんでね、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、じゃあ入れていきます。最初に茶葉がこう浸るようにお湯を当てていきます。まあ、これでちょっと蒸らし状態にしていきますね。で、最初からお湯入れちゃうと蒸らしがなくなってしまうので、で、茶葉も開きづらくてそのまますっと落ちすぎてしまうので、この時に茶葉を開かせるのを我慢しつつ蒸らしていきます。はい、で、茶葉にお湯を当てていきます。で、これずっと茶葉にずーっとお湯当てちゃうと茶葉が傷んじゃうので、こうやってね、茶葉の周りにお湯を注いでいきます。で、これ少しよく見るとわかるんですけど、これ溜まってるんですよね。セラミックドリッパー自体がそんなに一気にお湯が通っていかないので、少しずつ通っていきます。はい、だいたいね、1分ぐらいでね、こう注ぎ終わってで完成という形になります。あっという間でしょ。ちゃんと抽出もできてますね。
まあお茶自体浅蒸しなので結構黄色みになってます。セラミックドリッパーで入れる時のメリットとしては、結構すっきりめに落ちるので、できるだけ少しずつ注いであげるとより濃いめなお茶は作れると思います。で、先ほど言ったように茶葉に当てすぎちゃうと茶葉が先に劣化してしまうので、できるだけ周りに注いであげてゆっくりと落としてあげてください。一気に、注がないように気をつけてください。しっかりと旨味と、あとは香りもしっかり出てますね。まあ、茶葉は今これ結構大きめな方だとは思うんですけども、まあ深蒸しとかね、ちょっと細かい茶葉でも全然入れられます。まあ、コーヒーのね、細かい豆でも入れられるぐらいなので、結構ね茶葉は何でも入れられます。ただ少し茶葉が大きすぎると入れづらいので、まあちょっと向き不向きはあると思います。まあ基本的な茶葉は入れられますね。で、やっぱりお湯の注ぐスピードですね、そこは結構ポイントになってきますので、まあ最初の蒸らしもそうなんですけど、途中のね入れてる速度がやっぱり早すぎちゃうと、どうしても、まあ、思ったより薄いなって思うことが多くなってしまうので、できるだけゆっくり優しく注いであげてください。これケトル使ってるんですけど、急須で入れていただいても大丈夫です。結構ケトルこのサイズ僕は好きなんで使ってるんですけど、結構急須なんかはちょうどいいサイズだと思います。まあお湯も 100g しか使わないので、そんなにね大きいケトルもいらないです。で、2煎目も同じようにですね、もう茶葉が開いてるのですぐ詰まりやすい状況になってるので、最初から周りに注いでいくような感じで入れてください。はい、2煎目もできました。で、2煎目、結構勢いよく今入れたんですけども、こうするとかなりすっきりめに出ます。で、どうしてもね2煎目渋みが多くなってしまいがちなので、僕はね香りを大切にしたいのですっきりめに入れることをします。で、もしこれで薄かったら、先ほど入れたやつをそのままダイブさせてください。はい、こんな感じです。コーヒーと違ってお茶はまあ何煎でも入れられるんですけども、まあ2煎目3煎目になると1煎目と明らかに味は変わってくるので、まあ2煎目ちょっと薄いなと思ったら茶葉に直接通しちゃえば少し濃くなります。これは好みでやっていただいて大丈夫です。で、実は、セラミックドリッパーの入れ方、他にも動画アップしてるので、そちらもね参考にしていただくと嬉しいです。結構横から撮ってたりとかもするので、まあ、またねこの上から撮ってるのと横から撮るのだとはまた違ってくると思うので、よかったら見てみてください。まあ、あとセラミックドリッパーいいところは、これそのまま茶をポイッと捨てられるし、洗うのも楽になります。で、この後、最初に言った通り、一度焼きます。焼いて目詰まりを防いで、でそのまま乾燥させてまた使っていくって形ですね。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。お茶をハンドドリップできるこのセラミックドリッパーを使ったお茶の入れ方でした。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたね、バイバイ、お茶飲もう。